皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ポケモンレジェンズアルセウスじゃねえ、ちょっと待って、もう一回やろう。皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ポケモンやりましょうか。さて、今日なんですけどね、ついに、全部終わりましたね。ここマップ見てください。チャンピオンロード、スターダストストリート、レジェンドルート、全部ね、ジムリーダーとスター団のねボス、そして主、全部やっつけました。で、次なんですけど、なんかね、各ルートの最後、ポケモンリーグに行く、もしくは、研究所に行く、もしくは学校に行くっていう3つのルートがあるんですよね。どれから行こうかなって考えたんですよ。結局キャラクターはね、なんだろうな、ネモさんか、ねえ、ペパーかボタンかみたいなのだと思うんだけど、俺、いっちゃん好きだとペパーだから、ペパー行こうと思う。まあ、でもその前に、ちょっとね、トレーナー倒していきましょうか。今日はね、まず3人倒してからペパーのとこ行こうと思います。プロレスっていうのを若い子で流行ってるんですって。あ、そうなの？めっちゃ絡まれてるけど。ねえ、あつみ。さあ、あつみ、ゲンガー、プロレスするん？プロレスっていうのはな、技を全部受けきんねんで。ちょっと俺回復してねえわ。ちょっと回復してねえです。ちょ、やめて。あか、普通にしんどい、普通にしんどい。普通に回復してない。ちょ、ね、前回の激闘の後何も回復してないのきつすぎるやろ。てかレベル高いな、おじちゃん。おじちゃんっておばちゃんだ、これ。ばあちゃん。ねえ。やばい、みんなレベル低いってやばいって。どうたくん。どうたくん、いやもうこのまま行くしかねえじゃん、もう。負けだよ、こんなの。負けはしないけど、辛いよ、これ。よし、とりあえず解放じゃ。ボエー。どうたくん、撃破。耐熱じゃなくてよかった。いきなりしんどかったな。回復してから行こう。さて、まずね、この辺の北2番エリアだったっけな、1番エリアだったっけな。ここのトレーナー3人倒してね、アイテムもらいましょう。ポケモン勝負のプロレス。どういうこと？プロレスプロです。どういうこと？あんた。プロレスの学校をした学生さんがこの先いたんですよ。かっこよくて仲間に入れてもらおうかしら。あーね。北2番エリアだった、ここ。で、3人か。あと2人探しましょうか。いや、やっぱ格闘のね、マジボスっていうか、ボスかっこよかったもんな、ほんと。美人さん。メイク取った姿とか見てみたいんだけどね。見れないのかな。さあ、トレーナーが発見。この滝さ、滝あるね、確かに、ここに。有名らしいよ、記念に勝負してあげる。ありがとうございます。アーティストだっけ、この人って。芸術家だ、レナ。レナちゃん、目バッチバチよね。カラコンそれ、目。出た、ハギギシリ、好き。これ、昔、色違い初めてゲットしたのお前だったっけ、確か。なんかクリスマスカラーみたいな色してんだよ、こいつ。ねえ、おもろかわいいやつ。インファしましょう。嫌な音。うるせえ。さあ、防御ガクッと下がる。だるいぜ。でも防御下がってもなーよー。元から防御低いんだよ、俺は。ちょっと待って、今一つやったわ。これ。でも半分減ってるから大丈夫。アクアテール死んだわ、これ。防御力3段階ダウン。耐えるのか？切れ字やばいぞ、それ今。今切れてますね、これ完全。4段階ダウン防御力。切れてますね、これ完全に。さあ、ハギギシリやっつけた。ようやった。51位、フラージス。じゃあ、ポケモン買いましょうか。フェアリーだっけ？じゃ出せねえな。さあ、プリプリ行こう。俺にめっちゃ懐いてるプリプリです。懐いてる顔してるわ。悪い顔してて俺のこと大好きだから。俺のこと、あれ今一つだよ。草じゃねえの、草フェアリーじゃねえのかよ、お前のタイプ。ポケモンのこと分かってねえって、フェアリーだけやないか。そんなバカな。やばいって、これ。いいえ、とりあえずダブルウィング。はい、ドーン。ポケモンってむずいね、みんな。ほら。フラージェスってもう草、フラワーですみたいな名前しとんね。グラワスフィールド。ほら、草やんけ、お前。草やんけ、それ。ずるだろ、それ。さて、グラスフィールド、回復する効果ですね。飛行タイプは効果がない。飛んでるので効果がないです。よし。というわけで撃破。ナイスー。なんだよ、これ。お、レベル50になった。噛み砕く覚えたい。ピューブルー、そろそろ進化するちゃう？50だったら進化圏内でしょ、そろそろ、さすがに。まだなんかな。長い、長いね、これ。さあ、レナちゃん、お連れな。あと一人だね、トレーナーは。調子に乗って滝のような汗。お疲れ様です。
がっくりして切る。乱れ月の滝って名前、スーパーアクアジェットの滝みたいな方がかっこよくない？乱れ月の滝？これそんな名前なの？はぁー、ね、2個あるからかな。ねえ、ダブルウィングの滝にしない？やっと見っけたー。ねえ、えいやー、全然おらへん。ほんま、通信空手で空手王になりました。すげえ、俺もなれるかな、通信空手王に。通信空手王なんかつけるとちょっとダサくなるぞ。よし、ドグルク。やべ、俺まずいかもしれん。切れ字回復してねえわ、俺。これ切れちまったよ。切れちまったわ、これ変えよう、あかん。やっぱプリプリよ。俺に懐いてるプリプリよ。どこだってもだ。もう俺に懐いてるから、もうガンガン使おう。いやでもこれ猛毒だけで通常毒だよね、これって。きついぜ。こいつ倒したらもうポケモンセンター直行やからな。せい。いやもうプリプリでできる限り倒したいね、できる限り。よし、コゲージレベル56、高くなりすぎたな。やばい、強すぎる。はい、次ケンタロス。大丈夫、格闘かな。ほら、やっぱ普通の形違う。なんか格闘前水とかいたよね、やつは強かった。普通の形がなんかねえ、ポンプみたいになったもんな、確か。レイジングブル、あ、これ毒で死んだわ多分。何レイジングブルって、あんた誰？苦しい。じゃあ素早さはうちの中でタカちゃんでいきましょう。トリプルダイブスーン。ほら、家庭トリプルダイブ火力低すぎるって。ティーンって弱いか、実は。ティーン、めっちゃ感染してる後ろで。ゴルダックとミニリュウ。水ポケモンの期待の星だ、お前は頑張れティーンって言われてるね。頑張るか、ちょっと。エルレイド、いや、このままでいいか、ティンで。きついだろうな、普通に。まあ、悪は機械やろ、地面も機械やろ。でもトリプルタイムしかない。守るを使った、ずる。3回攻撃や、ほら。トリプル3回攻撃。強すぎる。あかん。こいつはいい敵だ。決めた。テラスタルしよう。モブトレーダーに使うテラスタル。この後ポケモンセンター帰るから、今使っても問題ないんです。頭から水生えた。君につくんだ、全部につかないんだ。 あいつがボスやぞ、あいつが本体。やばれた。トリプルダイブ、水で威力上がる。あ、強っ。あ、これ最強です。トリプルダイブにテラスタルすると威力上がる。3回攻撃だからめっちゃ強ないか、これ。気づいちゃった、ついにこの技の威力きたな。さてティン、今後は輝かしい未来が待ってるかもしれない。強し、お強し、お強し。リアルは大変だね、現実とは違うからな。はい、さあこれでじゃあね、行こうかな。お疲れさん。最近は習い事もリモートですよ。今時ポケモンバイオレットです。さあアイテムもらおうか、おじさん。何くれるの、ここ。どうもポケモンリーグです。あなたが買ったトレーダーは5人です。さあください。何もらったかわからん、また一瞬で画面消えるやつや。もうわかんやん、わからん。もらったわ、なんかこれわからんねんな。フレアドライブがないわ、もらった。ガチでわかんねえ。はい、では行きましょうか。さあ今日の目的地はとりあえずここですね。おお、もう行ける。レジェンドルート小さじの小道ち、ここにある研究所に行こう。うわ、ここか。そういやペーパーこっから出てきてたわな、ナッツペッパー。んだよ、2着かよ、俺1着。空を飛ぶタクシー使ってきたからさ、ここがあいつの研究所。小さい頃よく遊びに来てた。最初はここから出てきたもんな。俺たち呼びつけて何の用なんだろうな。いや、初めて会うよ、フトゥー博士。今開ける、鍵持ってんの。なんか友達ん家遊びに来たみたいやな、これ。天才的なポケモン博士なんだとさ、俺の父ちゃん。でも子供の俺にとっては最悪。なんで遊んでくれへんから。やっぱそうだよな、いっつも仕事ばっかで、全然家に帰ってたんで来ねえし、遊んでもらった記憶もねえ。いっつもマフィティフだけが
俺のそばにいてくれたんだ。なるほどな。だからこそもう相棒なわけね。だからこそあんな ね献身的にね食材探して治ったら超喜んでたわけや。ガチャリ、あいだぜ、行くぞ。インターホンとかないんこれ。ピンポン、ちゃちゃっと終わらせようぜ。よし、さあ初めて会うフトゥ博士、どんな人なんだろう。変な人やで、急に電話番号交換してきたからな。危ないおじさんやで、きっと。ムービーかこれ。到着。俺の靴かっこいいで、赤いスニーカー。あれ、いなくね博士。おい、呼びつけといていねえのかよ。何ここ、秘密基地って感じでかっこいい。急にライトついた、かっこいい。そのモニターの配置かっこいい。何頼みがある。何頼みって。フト博士、なんでリモートなの。時代はリモートやでって、そういうことか。会うのも今時はリモートなんやな、うん、僕は今パルデアの大穴エリアゼロの最深部にいる。はあ、どこそれ。なんか真ん中にそうやあったな、マップの真ん中に大穴って。この場所はずっと特殊なポケモンの研究をしているのだ。そういや、こうやってこのゲーム今のところ伝説のポケモンの気配一切ないよな、よく考えたら。いや、乗ってるか今伝説のポケモンに。あれ、いつもだったらな、ね、ごめんね、ちょっと脱線してて。ポケモンって絶対伝説のポケモン捕まえてからエンディングじゃなかったっけ。あれ確かに。ずっと特殊なポケモンの研究をしている。君たちにはフトゥの輝かしい研究、その最後の手伝いをしてもらいたい。こう、自分で輝かしい研究とか言うんや。最後の手伝い、何すんの。手伝いに必要な鍵がその研究所のどこかにあるんだ。バイオレットブック。攻略本？何それ。これか？バイオレットブック。ああ、ペーパー、君が持ってたか。なんか、ハーブのやつ書いてたやつだっけ。なら、なおさら都合がいい。バイオレットブックを持って、エリアゼロの最深部まで来てくれ。そうすれば宝物のような経験ができると約束しよう。これ絶対伝説のポケモン来るって！ここやろ、絶対伝説のポケモン！マジか！ミライドンやろ。え、違うんか。エリアゼロは凶暴なポケモンと強固な電脳システムに守られている。はあ。君たち二人では少々手こずる苦難がありそうだ。そうなんだ。まあ、いけるやろ。他に二人になりそうな仲間を集めてからで構わない。エリアゼロの最深部で君たちの冒険待ってるよ。なんだこの人。そこ行けばいいねんな。エリアゼロ。あそこはやばいぞ。ペッパーなんで知ってるん。マヒティフが怪我したのも大穴の奥、エリアゼロ。そこで怪我してポケモン世代で直せない怪我したんやろ。大丈夫？正直もう二度と勘弁って場所だけどよ。どうする？お前は行くのか？宝探し！いや、やばいよな俺。クレイジーだ。宝探し！します！危ないとこでも経験にしよう。宝のような経験しよう。自分だけの宝探し、課外授業にもなるってか。ペパーいいやつやな。と、ダチが危険な場所に行くのを黙って見てらんねえ。熱い男やで。俺も行ってやるぜ！一緒に行こうな。父ちゃんにも僕言いてえしな。な、二人でガツンとやってやろうぜ。よし、だいたら表出ろ。エリアゼロでやってくるか、ポケモン勝負だ。いいよ。主に俺の力を試す。ペパー。戦えんのかお前。でも結構ね、ペパーってさ、主ポケモンと戦うときさ、あの相性いいポケモン持ってきてくれるんだよね。なんかね、その辺で捕まえてきたぜって言いながらさ、あの抜群取れるポケモンをちゃんと持ってきてくれて。ねえ、写真立てには写真が入っていない。重たくて開かない。長い間使われてない。ねえ、期限の切れた調味ねえ、調味料。コンロは最近使われた跡がある。ゴミ箱の中は空っぽだっていう。使われてない洗面台はぼやけている。大丈夫ここ。ねえ、博士生活してる本当。大丈夫か。月刊オーカルチャー5月号、気になる記事は。ねえ、オーカルチャー5月号、ねえ、正体はサイボーグ鉄のカイナ出た。ねえ、ヤバイドンかなあれって、名前忘れちゃった。
え、違うけ、なんか、世紀の記書バイオレットブックに記された鉄の階段と呼ばれる謎の物体から記された時代に動く手のひらで高速に走ったという大型車両を投げ飛ばしていた。え、手のひらで大型車両を投げ飛ばしていた鉄の階段の正体としては有力なのは瀕死の重傷を負ったアスリートがサイボーグ化したという説がある。なぜかハリテ山を模した姿になったかは謎に進まれている。あ、全然知らんポケモンや。で、オーカルチャー 4月号。で、ハリテ山みたいなやつがいるの。ね、で、鉄の武人、ね、バイオレットブックに書かれた謎の物体、ね、エスパーポケモンによって最強のエスパーポケモンを求めるマッドサイエンティストによって作られたロボットという説がある。なんてポケモンだったっけ、ね、変なポケモンな。数少ない目撃者からの証言によるとサーナイト・エルレイドにも見えるような奇妙な姿をしている。光り輝く刃で躊躇なく切り捨てるという残酷さを持っている。なんか鉄っぽいポケモンがいっぱいいるのかな。電脳世界に守られてるって言ってたから、なんかミライドンもさ、なんか確かによく考えたらさ、なんか変なポケモンじゃんね、え、機械みたいなこいつ。あ、鉄の轍か、鉄のなんとかみたいなポケモンがいるの。全身鉄ポケモン、ようわからんな。よし、じゃあペッパーボコすか。どうする、いや、とりあえずペッパー勝負しようぜ。よし、叩いたら勝負の準備はいいか。オッケー、マフィティフ出してくんだろうな。よし、マフィティフも準備いいか。バウバウ、いや、いけるってよ。大丈夫大丈夫マフィティフ、本当に戦える。まあ、お前が不安な気持ちはわかるけど戦っていいのか。こいつ病み上がりだと思えないほど元気ハッスルちゃんってさ、ダイダラと戦わせろ戦わせろってギャンギャン泣くんだよ。おお、やんのか。ほら、そういや、もともと勝負が大好きだったんだよな。生徒会長には負けるけど。でもさ、さあ、ボールに入ったて。行くか、手なわけで心配ご無用。いいよ、戦おうぜ。スパイスで生まれ変わった、新生俺たちの味わい。たーんとご賞味ありだぜ。勝負だ、ペーパー。うーし、久しぶりだね、勝負すんの。ポケモントレーナー、ペーパー。さあ、まず出すのは欲張りす、持ってたんか、そんなポケモン。いや、待って、主戦で出してきたポケモンたちか、よく考えたら多分出てくるのってスパイス巡りで出会ったポケモンオールスターだぜ。だよな。さあ、欲張りす、レベル高えな。ちょっと高えな、レベル。インファイツ、切れ字パンチ、ほら一撃粉砕。俺の切れ字は強い、抜群。取っていこう。ちょっと待って、格上だな完全に。ペパー、いつの間にそんなレベル上げたおめえ。よし、さあ、レベルアップ。スコビラ、あれ草炎だっけ。草炎って何でいいの。地面か、地面。大丈夫、清めの塩、白きのこ、いこう。君に決めた、白きのこ。やっと、スコビラン、ねえ、懐かしいな。勝負といこうか。さあ、タイプ的にやっぱそれ草炎だね。レベル60か。あ、塩漬けでいいのか。塩漬けしよう。地震でいいか、地震食らうかなと思ったけど、まずい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 。俺、ポケモンのタイプ相性ご存じないな。やばいかもしれん。タイプ相性ご存じない、いてえよー。さあ、塩漬けやった。ぐー。塩漬けのダメージを受けている。さあ、どうしようかな、とりあえず。エナボ打ってくんだよな。だったらプリプリで受けるか。エナボは大丈夫大丈夫。エナボを受けてそのままあのついばむで倒す。よし、ホゲンジがね、いえお前そういう技打ってくんなや。ポケモンうわうまい。ポケモン勝負うますぎる。交換読みやろ今の。絶対機能停止してもだ、プリプリやばすぎるだろこれ。いや、でもやっつける、お前だけはやっつける、絶対やっつける。ついばめ、よし。さあ、ご苦労ありがとう。さあ、スコビランやっつけた。さて、残りまだ4体いる。やばいだろ、はたき落とす覚えたい。いい技あるな、はたき落とすって。しっぺ返しよりいいわ。よし、ナイスポカーン。さあ、行こう、次。痛い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 、もうプリプリはもう出てこれない。さあ、次のポケモンなんだ。巨獣王で、懐かしいな、プリプリ戦で出てきた子だね。巨獣王、君に決めたぜ、ティーン。
ティーンよろしくティーン。君しかいない。でもね、向こう硬いんだよね。状態異常はね、清見の塩で効かないから、まあ、殴っていくしかねえ。レベルは62はダメだって。ちょっと高すぎるだろそれ。さすがに抜群でそんだけかよ。キャダメージ、硬すぎるだろ。巨人を急所ナイス。この急所は有効急所間違いない。じゃあ3回当たった、耐えるか攻撃。ストーンエッジ、エッジ、うっそだろ嘘だろ、一撃かよ。まずいな、これは。抜群取れる子いる？いるけど、レベル差できつい。インファキレジしかない。キレジ、キレジマジでスイーパー、キレジマジでエース。行こう、インファイト。キレジファイト。俺、ペパーとの戦いはね、ちょっと真剣勝負っていうか、こいつダチだからよ。道具使いたくねえ。俺道具使わねえで戦うわ、こいつ戦は。ペパーは俺のポケモン勝負の真剣勝負で倒そうと思う。さて、リククラゲだよな。おー、知ってるぜおめえのことはよ。おめえ草タイプだろ、おめえ地面タイプだろ。俺は何でも知っている。お前をやっつけろ。合ってるよね、草地面。よし、分かってるな。氷4倍ダメージ。お前はもう死んでいる。リククラゲ撃破。ポケモンのタイプ相性ご存知です。よし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 、絶対勝つぞ。パルシェン、パルシェンは氷単体、格闘もしくは岩ね。誰出してもいい、誰出してもいい。誰出す？いや、ここはもう、いや、ちょっとでもダメージ与えときたいか。パルシェンって素早さ遅いよな、結構。早かったっけ？いや、これパルシェン早かったっけ？わかんねえ。いや、ポケモンの種族誌、ご存知ない俺。パルシェン早かったっけ？パルシェンって。わかんねえ。遅かった気するけどな。氷タイプだよな。パルシェン。戦ったことねえ。え、氷だよな。塩漬けいこう。アクアブレイク、素早さ負けてます。そりゃそうか、巨人は遅すぎる。水も打ってくるってこと考えたら、え、マルシェンやだな。防御高かったよな。え、焼いても効かねえかこれ。ちょ待って、水入ってたらきついな。待って、ホゲージやばいか。いや、でもホゲージでいこう。こいつ防御力高かったはず、確か。俺昔使ってて一回、なんかさ、あの氷のつららばりみたいなスキルリンクのやつで使ってたんだよ昔。これ大丈夫かな。火炎放射いこう。今一番威力高いやつ。アクアブレイク、素早さ負けとるで。ホゲンジやばいって、ヤバンジだって。ホゲンジも素早さ押せ。ナイス、よかった、やっつけれた、やっつけた。危ない危ない、これナイスレベルアップ。激凛、お前ドラゴンタイプかよ。暴れる、激凛、どっちにしようかな。激凛の方がいいやろ。ドラゴンタイプに対して有効な、めっちゃ強っ。マフィティフ、きつきつ。保健師頼む、保健師頼む、マジ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 頼む。威嚇はいい、全然いい。威嚇を受け止めたと思うよ。え、戦ったことないか俺。え、ガチでやばいなこれ。悪やろ。怪奇以外のテラストルだ、光っとそうぜマフィティス。光っちゃうか、やべえ。俺受け止めねえかな君のこと。さあ、悪タイプのテラストル勝負といこうぜ。噛み砕く、向こうのが早い、やべえかも。俺のホゲージやられてしまう。待って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 、普通に待って、え、普通に待って。普通に待って、これキレシに託していいか、託していくか。お前しかいないよもう。君に決めた、君が負けたら俺も負け。テラスタル、格闘タイプ、インファイト。
マジ頼むぜ。さあ頼むぞ、俺のパーティーへ最後の追加ポケモン、オコリザルから極限進化、怒りに震えたその姿かませてらっしゃる。頭に拳生えてる。いやー向こうのが早い、耐えた。お前は最高だ。ビーフファイト、かませ、やっつけて、よし、ナイス。あぶねえ、なんとかなったわ。もうギリギリじゃねえか、ガチの。いやあ、トイレペーパーに処理。いや、ボコしてくるかじゃねえよ。ボコ、マジ危なかったわ。マフィティフ、惜しかった。ダイダラ、ありがとな。えんやで。2万5千ありがとな。めっちゃもろった。お守り小判の効果来た。朝になってる。くっそー、これがヌチポケモンを倒しまくれる実力か。いや、ペーパー、お前を倒せる。俺より強い。間違いなく俺より強い。つーか、お前の付き添いが俺だけだと、やっぱ心もとないな。エリアゼロのポケモン強いし、わけわかんない装置もいっぱいある。あ、そうなの？せめてあと2人くらい、チャンピオンラグの強いやつ、ネモさんと、機械に強いやつ、ボタンちゃん。仲間にいればな。ネモ？ボタン？生徒会長か、敵にだけどお前がチャンピオンになるまでテコでも動かなそうだよ。で、ボタンちゃんはどうすんの？まあ、メントが揃ったらまた連絡取り合うぜ。仲間になりそうなやついたら声かけといてくれ。あ、じゃあ、これで、あれか、チャンピオンロードとか、終わったら進むんだ。あ、クリア！レジェンドロードクリア！おぉ、ついに、ゲームエンドでした。やったぜ。はい。というわけで皆さん、今回ここまでにしましょうか。ついに、ついに、ついに、俺は成し遂げることができましたね。ペパーを倒して、レジェンドルートを完了。さあ、残ってる2つのルートもね、多分なんか戦うのかな、多分。ね。しっかりと、倒して、ネモさん倒して、ボタンちゃん。もうこれネタバレじゃないか、多分大丈夫か。夜の学校に行ったらネモちゃんがいるんでしょうか。ネモちゃん、ネモちゃんじゃ、ネモちゃんじゃ、ボタンちゃんがいるんでしょうか。ね。ちょっと楽しみだね。よし。それでは、チャンネル登録しないで、チャンネル登録、高評価よろしく。次回の動画でお会いしましょう。